取材をしていただけるということになって、なんかその雑誌があのグッドロックスっていう雑誌で、ね、なんかちょっと見せてもらったらものすごい白黒のなんかこうアーティストの人とかがみんなこうグッと決めた感じで載ってる雑誌で、その方がちょっと取材をしてくれるということで、でマネージャーがいついつ何時どこどこです、で分かった、で今回向こうの方の意向でほっこり兵藤さんはしてると、その兵藤さんをなんかこうかっこよくスタイリッシュに撮りたい、そういける言って、なんかもうおはぎをマカロン風に撮るみたいな感じ違うんだでこれいけるんかと、俺はええよとおはぎのまま行くからあとは自由にしてくれたらいいと、ほんでその場所に行った時に、まあ、結構感じのいいスーツ屋さんで、そこでかっこいいスーツも用意してもらって、もうなんネクタイピンとか、なんかそんなも全部こだわったやつつけさせてもらって、でそこにソファーがあったんですけど、じゃあ今から撮りますんで今日は兵藤さんのかっこいいとこをちょっと撮らせていただきたいですってカメラの方が言うから、はいって言って、じゃあ行きましょうかってなって、僕こうやって座ってバシャって撮ったら、それいつもの兵藤さんですね、今日兵藤さんマフィアになろうかってなって、でちょっとね睨みつけてください、カメラを、あ、分かりましたってなってパシャパシャ、ってなるんですけど、僕としてはちょっと気恥ずかしいというか、そういう写真いつも撮ったことがないから、いつも取材でちょっとアホな顔するんで、ちょっと睨みつけて撮られるのもな思いながら、向こうの人はもうだんだん乗せていってくれて、はい、で今もうデジカメやから何枚でも撮ってくれるんですよね、でその場で確認できるし、で兵藤さんちょっといいね、もうちょっと睨もう睨もう、これはねどじったやつだよ、どじったやつ、こいつを睨みつけてください、パチャパチャってなって、俺もこういう風な感じで見合ってたんです、ほんだらいいねいいねってなってきて、もっともっと睨んで、もっと睨んで、パチャパチャって撮って、もうだんだん寄ってきて、もうこの辺までレンズ持ってきて、こいつがどじりましたみたいな感じで、パチャパチャって撮られて、ってなっとったら、たまにチラッと見て、おおみたいな顔してくれるんですよ、ほんで吉本のやつにもこうやって見せたら、その吉本の関係者のやつもそれ見え、おおって言うから、ちょっとおはぎもちょっとマカロン気分になってきて、いけるんちゃう、いけるんちゃうって、パチャ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 、次立とうか、兵藤さん立ちましょうって。立って、でこういうふうに腕組みましょう、で腕組んで、で見下ろしてください、その人下行ってガヤーって取ってくれてて、いいな兵藤さんめちゃくちゃいいな、でうわー乗ってきて、その人がよし次帽子取ろう帽子取ろう帽子取ってみよう、パッて帽子取った瞬間にバシャかぶろうって言われて失礼やなこれはあかんかった気悪いわ、何でも褒めてくれたのこれはあかんかった1枚だけ何枚でも撮れるはずやん撮るだけ撮ったらええやんな、あとで消したらええやんな、パシャかぶろうって言われて僕2008年の M1 の決勝に出させていただいて、お仕事をいただけるようになったんですけど、その時 のエントリーナンバーが4431という番号だったんですけども、で そのナンバープレートつけて漫才をやってたんですけど、うちの親父が、芸人だってよくある話だと思うんですけど、そのテレビに出て食べれるようになるまで、お前とはもう会わない、実家にも帰ってくるなっていうことで、数年会ってなかったんですよ。でも M1 のその決勝は見ててくれてて、俺のそのナンバープレート4431を見て、あれ俺のことを思ってあの番号にしてくれてたのかなって言ってたらしいんですよね。で親父がもう熱狂的な阪神ファンなんですよ。はい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 。で1985年のゴロのタイガースで、はい、好きで、でバースの背番号が44番、はい、で掛布の背番号が31番、はい、で4431で、でそのもうやめちゃったんですけど、会社のロッカーの鍵とかの番号を4431にしてて、で自転車の自転車趣味なんですけど、自転車の鍵のチェーンも4431で、ジム のロッカーとかも4431にしてたんですよ。で M1 出たんで、もう食べれるようになるかもしれないから、もう実家帰ってきていいぞって言われて、数年ぶりにお正月帰って一緒におせち食べてたんですよ。そしたら番号を俺のために4431にしてくれたのかって聞かれて、そしたら母親がお父さんなんか喜んでたわよねみたいな、でもあれはそのエントリー順でこう決まるもので、僕が選べるものじゃないので、あれはまあ全部そこ嘘つけない、あれはなんかこう別にたまたま4431だったんだよっていう話になったんですよ。でも親父もああそうかみたいな、でも偶然ってあるもんなんだなみたいな、なんか縁がなんかあるんだろうなみたいなことで、で M1 とかでそのトーク番組すごい出るじゃないですか、でその話してたスタッフさんがその話いいですねって、あったかい話なんでいろんなとこでこうしてたんですよね、その話をしたら親父自転車盗まれた
そうそうバレてそうバレて個人情報がダダ漏れになってで電話かかってきて二度とあの話するなせっかく仲直りしたのにまた仲悪くなっちゃったあーそうかなるほどあるわそれは言えるわあー怖い怖い危ないとこや今番号変えてるんですよお父さんが番号変えたらその話ですよ僕はね、アラムに行った時の話なんですけれども、あの飛行機に乗ってて、もうちょっとで着くっていうところに、パッと後ろ見たら、なんとあの松本さんご一家がいて、ああ、松本さんだと思って、うん、あこれ、ほんで、まあ、着いて、あの飛行機の中で、これ、ご挨拶しなきゃと思って、浜田さん、松本さん、お正月だったから、あのセーフ、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 その時も噛んだわけですからね、そうそうそう、そうなのよ、再現。いやそうその時も噛んだから、あのあ松本さん正月だったからおめでとうございますって今年もよろしくお願いしますっつって、ほんで奥様も綺麗で、あ初めまして出川って言いますよろしくお願いしますとかなんとかったら、そうたら娘さんがすごい可愛くていたから、ほんで僕のことすごいニコニコして見てたから、ああ娘さんだと思って、あどうも初めまして出川ですよろしくねっつって頭をなでなでしようとしたら、その娘が手をでもびっくり大げさでも何でもなくこれもびっくりしてと思ったら、もうあの奥さんがすぐわっごめんなさい出川さんごめんなさい、あの人見知りでこの子ごめんねごめんねとかなんとかってすぐ謝って、で俺でも全然いいですよとか思ったんだけど、俺やばいと思ったのが、松本さんがやっぱ笑いにもこんなけあのストイックだし、なんかだからあの子育てとかもすごい厳しいんじゃないかな、これ松本さん怒ったらやばいなとか思って心配になって、松本さんをちょろっと見たら、松本さんがニヤニヤにやけてやがった。いやいやいや、ふざけるなと。ここは大人として、親として絶対怒んなきゃいけないところに、ニヤニヤにやけてたから、まあ笑いの天才だかなんだか知んないけど、人としては俺の方が絶対上だ。本当に。いやもうこれは本当の話で、ここは絶対叱んなきゃいけないとこだから、親として甘い親ですもんね。甘い、ニヤニヤ、奥さんが正解、奥さんが正解、ニヤニヤにやけてやがったこんなとしか言えないけど、でもさすがだなと思ったのは、もう娘なのにもうすでに俺の扱い方も逆にしてる。どんなことあるの、さすが天才の娘さん。あったな、そういえば太田お正月ね。毎年正月に、八丈島に後輩たちといつも、旅行に行くんですよね、まあ、東京都なんです八丈島って、すごい近いし、行くとね、なんか島の若者たちもすごいよくしてくれて、草野球の相手してくれたりとか、なんか温泉連れてってくれたりとか、極めつけね、とある人の家の2階の座敷で20人ぐらいで宴会をこうやってくれたりするんですよ、あの島の料理とか出してくれて、ですごい楽しいんで、その年もその島の若者10人ぐらいと僕の後輩たちで飲んでたら、その年なんかスーツを着たなんかバッチつけた人が一人来て、え誰ですかって言ったら、その八丈島町会議員みたいな方がわざわざスーツ着てバッチ着てなんか挨拶に来てくれたんですよ。でこの度あの毎年来てくださってるということでご挨拶に来ましたって感じで、あじゃあ一緒にもしよろしたら飲みましょうみたいな感じで、その議員と若者と後輩でワンワン飲んでたんですよね。でその議員が、渡部さんどうですか八丈島って言うんで、いやすごく素敵な島だと思いますよって言ったら、その議員がじゃあね、あの八丈島がすごい素敵な島ってことは、どっかテレビとかで言っていただけると島も盛り上がりますんでみたいなことを言ったら、その島の若者たちが、いやちょっと待ってと議員、渡部さんプライベートで来てんだからそんなお願いしちゃダメだって、仕事じゃないんだからさみたいなことを結構ワンワン言ってくれたんですよ。あなんかちょっと頼もしいなと思ってまた飲んでたんですよね。そしたら議員がどうですかこの島の焼酎はって言うから、いやすごく美味しいですよ、じゃあもしよろしければね、あの島の焼酎は美味しいっていうのはブログに書いていただけるとしたら、またまたちょっと待てといい加減にしろよと、議員渡部さんプライベートで来てんだからそんなこと言ったら渡部さん来なくなっちゃうよ島に、いいのそれでも言ったことワンワン言ってくれるんですよ。まあそれまた収まって、でも結構そのたんびに継がれて、議員も飲め飲め言われて、議員 もうベロッベロになって、渡部さん温泉はどうですかみたいな、当然温泉もいいですよもしよろしければねって言った瞬間、もう両サイドの若者に脇ガッてもう抱えられて、もう帰ろう、いやもうダメだまたお願いするでしょみたいな感じで、もう連れ去られちゃったんですよ議員が。でさすがにちょっとあれだなと思って、
あのご挨拶しようと思って、はい、ある議員、あの今日はありがとうございましたって言ったら議員もペロッペロで俺の顔見て、ああなんとかこの芸能人を利用できねえかなってそんなはっきり言うと思った。で、両サイドの若者に投げ飛ばされた。はっきり言いましたね。心の声、あんなはっきり言った。すがすがしいよ。すがすがしいですね。八丈島だと思ってね。思いが余りですから。あの、ある特番があって、はい、僕はひな壇の3段目ぐらいでコンビに座ってて、なんかスポーツの特番で、こんなすごいスポーツ、の人がいるみたいな VTR を見てスタジオ降りてきて、女性のロッククライマーを特集するみたいな、でその人が出てきて、この人すごいんですよみたいになって、中指だけで1本で懸垂ができます、で実際スタジオでその人がグーやって、なんか片手でグーみたいになるんですよ。でうわーすごいって盛り上がって、じゃあこの中の誰か挑戦してみませんかみたいになって、で小島が、じゃあ小島さんってなって、小島が呼ばれてで、まあ小島もね、やる前に俺、悪いですけど、簡単にやっちゃいますよ、こんなの服だけ拭いて、で、結局グーってやってドーンとできずに落ちて、いや、すいませんでしたみたいな感じで笑いになって、ああ、よかったなと思ったんですよ。僕の角度からちょうど見えてたのが、小島がこう、ずるっと降りる瞬間にここの皮が全部ベロッと出て、血がちょっと出てるの見えたんですよ。と思ったけど、さすが小島も、とこ隠して、はいはい、いや すいません できませんでしたって笑い、なんか包まれて、はいはい、ひな壇まで戻ってきたんですよ、はい、よくやったと、さすがもう20年選手ね、はい、そのまああの服だけ拭いて、うん、笑いにして、なおかつそういうハプニングも隠して、はい、よくやった小島って100点満点って僕の隣に座ったんですよ、で隠して、さこっちの隣がアグネス・チャンさんだったんですよ、はいはい、で収録がこうまたスタートしたら、はい、アグネスさんがちょっと待ってみんなと、この人でこんななるまで頑張ったんだよ、血だらけの手を挙げちゃって腹立つじゃんで、オンエア見たら案の定全カットでした。大きなお世話やわ。ただね、アグネスさんもそこなんか、言ってあげたかった、まあまあね、悪気がないんですよねすごいな、悪気ない人ばっかりで、悪気ないですよね、ちょうどおもろい、本当に僕、番組出させていただいたのはこの滑らない話からなんですね。で、僕松本さんにすごいこう、本当になんか感謝してるんですけど、その松本さんを一回ちょっと殺しかけたと言いますか、穏やかじゃない、その話をちょっとさせていただきたいんですけど、あの7年か8年前ぐらいに、あの大好き沖縄行こうって沖縄連れて行ってもらったんですよ、で4泊5日ぐらいの旅で、でまあ、あのいろいろとこう楽しい旅行やったんですね。あの夜星見に行こうとか、なんかそんなちょっとね、あのプールでちょっとみんなで遊ぼうとか、本当すごい楽しかった、で最後の日になんかこう花火でもしようかっていうことになって、その3日目の夜に、じゃあ明日の夜やるか、今日の夜ちょっとあの花火できるとこちょっと見つけに行こう言って、で僕と後輩と松本さん3人でそのホテルのちょっとビーチのあのちょっと向こうに野原みたいなとこがあったんで、そこ行ってちょっとあのできるか探しに行こうか言って、ほんであのホテルから B さんで3人でバー行ったんですよ、でそのプールのちょっとあの出たとこのその野原の入り口みたいなのに、ハブ注意って書いてあったんですよ。ほんで僕ヘビめちゃめちゃ嫌いなんですよ、でいやちょっと待ってください兄さん、ハブ出ますよこれマジで、これやめましょう、こんなとこで僕できないですよ、大丈夫やって、でマジですかって言うて、ほんでまあ行きましょう言って、いや怖い怖い言って、ほんで後輩に、ちょすまんもうちょっとおんぶしてくれと、もうその砂浜になるまでちょっとおんぶしてくれ、もうキュッたらもう終わりやから猛毒やからハブっていうのはいや大丈夫ですよ言うて、うん、まあ言うて、ほな兄さんがなんか分からへんけど、抱き出たみたいな、ほんでうわみたいな、ちょロープですよやめてくださいよとかほなケケケケ笑って、ほんでまたしばらく歩いて、なんか普通の話して、またうまいんですよ、びっくりさし方が、ほんで、なんかバーって喋ってる時に抱き出たうわーいや、これコードですやんなんかコードですやん、もうやめてくださいほんま怖いで、もう無理です、帰りましょういや、行こう、大丈夫やからほんで、その、なんか広場ぐらいまで行くもうギリギリのとこで、
ほんまに、うわ出たってばはったら、本物のハブやったんですよ。で、松本さんがここで、僕で後輩やったんですよ。で、出た言ったら、その辺に出たんですけど、もう僕、本物やと思った瞬間に、わけわからんようになって、松本さんをバーン押しながら、うわって。ほら、松本さん、バーン押されたから、そのハブの上を、大好き何やってんねんそれでも俺も無視して帰ったっていう、ね、話なんですけど本当にね危なかったってほんま怖がりやもんな、いやあれは怖いですよ足かってこう足を後ろからキュッてつまんだらうわあそれもありましたもうキュッてやられましたうわちょやめてくださいもうその冗談みたいなだんだん腹立ってきてそういうことが、まあ、この仕掛けだと言いますか押したらダメですよ3年ぐらい前から、海外ロケ2ヶ月おきぐらいでよく行ってるんですけど、まあ海外で滑ったことがないんですよ、まあいろんな数がトゥースとか鬼ガールとか、まあ、ギャグがあるんですけど、やって滑った試しがないんですよ、今や日本よりも海外の方がウケるような状態でなんかアフリカがホームみたいな感じになってもう行くのが楽しみでしょうがないぐらいもう行ったら絶対にウケるんですけど、まあ、子供が真似してくれたりとかして、まあ、そんな中であの台湾に行ったんですね。で台湾に行って普通に街歩いてたらあの台湾の人が春日だ春日だみたいな感じで気づいてくれて、でコーディネーターの人に聞いたら台湾で日本の番組がちょこちょこやってるらしいんですよ。で春日のことを見たことがある人が、まあ、春日だ春日だみたいなことを間違えてくれて、でそんなこと知らなかったんで海外でなんか顔を呼んでもらうと、まあ、嬉しいんですよね。だからちょっと調子乗ってトゥースとかやってたんです。そしたらまあわっと湧いてくれてました。でいろんなとこ行ってトゥーストゥースやってたんですね。そしたらあのコーディネーターの人がちょっとあのトゥースはやめてくれと注意されまして、であやっぱり街中でなんかあんまりその外行ったら外国人じゃないですか、外国人がこの大きな声出したりするのはあんまり良くないのかなと思って、あなんか声とかやっぱり大きいからダメですかって聞いたら、いやそういうんじゃなくて、トゥースなんですけど、こっちの方の台湾の言葉の意味でトゥースってあの血ヘドを吐いて死ねって意味なんですよ。だから各地が各地ですね。だからずっとでっかい声で血ヘドを吐いて死ねって言ってバンバン言ってたと。ちょっとやめてください。トゥース知らない人もいるんで。で、わかりましたと。で、ただそのコーディネーターの人がトゥースーならいいと、あのイントネーションもトゥースじゃなくてトゥースーならいいと、はい、でその意味聞いたら、あの食パンって意味だったんですだからどっちにしても食パンって言っても知恵度入ってしまってもいいですわトゥースはまあまあトゥースやらなくなったんですよ、いろいろなんか違いがあるという、まあちょっとの違いでね、トゥースートゥースの里見雅人師匠にゴルフに連れて行っていただいたんですよ、はいはい、で行こうかー言って、まあ、キャプテン派だな感じの師匠なんで、で明日早くからものすごいお元気で、お元気で、最高やなーって言うたんですよ。で行くでー言ったら、はい、で僕はもうボーッとしながらついて行って、ほんならまあ師匠の知り合いであの中野さんっていう方、もう一般の方なんですけど、中野さんっていう方が一緒に来てはって、で僕より年上だと思うんですけど、ちょっと小切れにしてはるというか、ちょっとまああんまり言い方悪いんですけどチャラいというか、顔は男前なんです、なんか高知昇さんみたいな顔してて、で前髪がもうなんかこうブイッブイッてなってる、あの前髪揃わずブイッてなってる感じでシャシャシャってなってて、でなんか今日よろしくねって言ったらゴッツ日焼けしてはって、あよろしくお願いしますって言って、ほんでまあとりあえず僕ゴルフあんまりやったこともないんですけど、ほんで師匠はまずバーンって打ちはって、バーンボール行く、ボールに向かってボールさーん飛んでねー言うてはるんですよ。で、ちょうど行くぞ言うて、俺は呼び捨てなんや思いながら、ボールさん言うてたのって思いながら、師匠お願いしますってわーって言ってて、で僕下手やから、まあ向こう追ったりこっち追ったりしてて、わー走り回ってたら、そのまあ中野さんという方が、こうってやってはるんですよ、僕に向かって。何ですか、ひょうどちゃん、肩がね、入っちゃってんだこれ、キープみたいな。こう打ったらいけるから。で言われてもできないんですよ、ゴルフって急に。で、バーンと。惜しいねみたいな、次頑張っちゃおうよみたいな、ものすごいアドバイスしてくれるんですよ。ほんででもまあそんな嫌な感じでもなくて、ほんで ありがとうございます。ほんでこう急、まあ昼ご飯の時も、ひょうどちゃんあそこもうちょっとこうやったら、ひょうどちゃん絶対伸びっからみたいな、まあまあそうですか、ありがとうございます。でまあゴルフも終わりました。で正人はもう帰られました。でまあその中野さんという方が、じゃあひょうどちゃん僕帰るから今度さ食事行かないみたいな、あいいんですか、
ちょっと電話番号教えちゃってみたいな。わかりました。電話番号教えて。じゃあまた電話するねみたいな。ほんでまあ帰りはったんですよ。ほんで俺まあ準備して、ほんで出ようと思って、ほんで携帯どこやったかなってパッと見たら、なんか留守番電話入ってるんですよ。あれやもんで、まあ、まあ車乗る前に聞いとこう思って。聞いたら中野さんなんですよ。もう素早くもう入ってるんですよ。で、あ、ひょうじゃん、ほんと今日楽しかったよね。あの、今度ほんと食事行こうよ。ねえ、これ俺楽しみにしてっから。そこまではいいんですけど。じゃあ、というわけで。NEXT TIME! BUY NOW! って言って切れてたおー、なかなかやねえ、ってなってFM やんってなっていや、しょ、なんぼ年下でも初対面一発目の締めが NEXT TIME! BUY NOW! って切れてたからえ、これどうしたらええのとほんで、まあ普通やったらかけ直すじゃないですかでもかけ直しても車乗ったらかもしれんし俺どっちかだったら地味やし NEXT TIME! BUY NOW! って言われたかけ直した一声目もようわからんしありがとうございますみたいなこと言わなあかんのか乗らなあかんのかどうもわからんかってまあとりあえずまあ大阪帰ってからにしよう思ってまあほんでまあ置いてで車バーって運転してたんですほんで帰り道バーって止まって信号待ち取ったんですほんで横の車線にバーって車が一台来たんですでファッて見たら中野さんやったんですさっき出たはずやのになんかやってたんですかねなんか知らんけど止まったんです僕の横にで僕右ハンドルで向こう左ハンドルでごっつ近いなネクストタイムってなってほんであっってなったら中野さんが言ってやってはるんだほんでウィーンって開けて僕も開けてあすいませんでしたお電話ありがとうございましたみたいなでバイナウってなんやねんって俺はずっとあってなんか間違えてた間違えてんのかこの人っていうのはずっとありながらまあそこで世間話してでも信号もそんなに時間も長くないんでほんで信号も青になったからじゃあよしじゃまたねよろしくご飯行っちゃおうねって言うたから僕はその中野さんに思い切って中野さんって言うたらパッとこっち見たからバイナウって言うたんですよ中野さんがバーンいや、追うてたんやん、なんかはあんねんご飯は行ってませんけど行ってない腹立つわ福岡の話、福岡にまつわる話なんですけど、はいはい、この後初参戦、博多華丸の滑らない話あ、わかるわかるかいや福岡の話、福岡にまつわる話なんですけど、はいはい、まあ、仕事から福岡に移動が結構多くて飛行機で移動するんですけど、うん、福岡も結構人気で結構満席が結構よくあるんですけど、うん、まあちょっと数年前なんですけどもその時も満席という情報はいただいてて、まあ、乗ってたんですけどたまたまそのギリギリまで僕のこっちが空いてたんですよ、うんもう満席って聞いてたんでやっぱちょっと隣が空くとやっぱりちょっとね、はい、ゆったりできますし、まあ、肘のこの関係もありますから、うん、あよかったなと思ってたらギリギリに一人の女性が飛び込んできたんですよ、うん、でその人は外人で、うん、欧米でもなくアジア系でもなく中東と見られる、まあ、女性で、うん、でなんかいでたちもちょっとタンクトップにちょっと1枚羽織っただけで、うんまあでもちょっと色っぽいというよりはどっちかというと妖艶なちょっと怪しい感じの女性が僕の隣にドッと座ったんですよで座るなりにものすごくため息をつくんですよでおもむろに携帯電話出して喋り出すんですでも機内は電話ダメなんでまあ客室乗務員の人がちょっと電話やめてくださいって言うんですけどそれを制してものすごく怒鳴ってるんですよ電話に向かってわー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 何言ってるか分かんないですけどとにかく怒ってるんですよでもう怒ってもうな、まあ、日本語で言うとバカ野郎みたいな感じで、うん、携帯でバックの中にバーンって携帯を落として、うん、もう一回大きなため息をつくため息をつくんですはーって、うん、で今度は何だろうと思いながらちょっとチラチラ見てたら、うん、システム手帳出して、うん、でシステム手帳こう開くからそれをチラッと見たらまあおなじみのアラビア文字みたいな感じでバーッと書いてて、うん、でその日の日付のところにものすごくバッテンマークをつけ出して、バッテンをわっと思ってでなんかここからも僕の妄想なんですけど、うん、こいつなんかしでかすんじゃないかとはい、はい、いやというのもちょうど僕その当時24にハマってましてとあるエピソードで、うん、女スパイが飛行機爆破して自分だけパラシュートで逃げるっていう、うん、そういうエピソードがあったんですよそうなってくるともうそうとしか見えなくなってくるんですよね多分この私はやりたくないと、うんうん言ってると、うん、でもなんか人質に取られてるかわかんないですけどもうやらざるを得ない、はいはい、やるわよみたいな感じで切ったそれでそのシステム手帳にこう×印をつけると、はい、で×じゃなくてもう X デーだと、はい、妄想だけで辻褄が合ってくるんですよ、はい、そうなってくるともう僕その事実知ってるの、うん、僕だけじゃないですか、うん、
でももうギリギリに飛び込んできたからもう滑走路に、はい、あの滑走路にもう向かってるわけですよ。で今なら止めれるけど証拠もないし武器を発見したわけでもないし、あどうしよう、もう俺しか知らない満席のね福岡行きの飛行機、いやおいやどうしようどうしようと言ってる間にもう飛行機はどん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 加速していくわけですよ。はあどうしようって言ってる間にもう飛行機がふわっと浮いたらもうしょうがないですよね。もういざという時は俺が取り押さえるか、もうとにかく寝ずにもうこの人の番をしようと思った時に飛行機が離陸したと同時にその女の人もまた深くため息をつくんですよ。腹決めたみたいな感じで、はあって言って僕の方をふっと見て、で片言の日本語でですね、私今日日帰りよって言ったんです。泊まりたかったんですって。泊まりたいわ、そら美味しいものもいっぱいあるからね。泊まりたいわ、そら屋台とか行きたいわな。屋台とか行きたかったんですよ。直前になんか入ったんですかね、日帰りだから。面白いな、泊まりたいですね。日帰りしんどい。そうですね、大阪でラジオをやらせていただいてて、それの企画であのマラソン大会に出ようっていうことになりまして、はい、でまあとりあえず若手の芸人あの荻野慎吾いうやつと、あの谷川由里いうのと、で3人で、はい、でとりあえず出よう言って、はい、でまあ出たんですけど、はい、でまあ淀川マラソン大会をバーって走ってて、でバーって何百人走ってたんですけど、まあゼッケンってつけていくんですけど、うん、で大体ゼッケンがあって、で上にニックネームを書くところがあって、であの申し込み用紙確かにそう言うたら あったな、ニックネームの欄、うん、で、まあ、普通に名前書いて、でニックネームのとこは、まあ、どうしようかってなったけど、まあラジオの名前を、うん、こんなチーム名にしよう、でそれを書いたんです。ほんで書いて出したから、僕らはそのフォアボンっていう、まあ、チーム名になったんでフォアボンって書いてるんです、うん、でわーって走っとって、僕らは何も気にせんと走っとったら、よう見たら結構みんな書いてるんですね、そのニックネーム、うん、例えばまあゴリゴリ乗ってたけど、うん、ペコちゃんみたいな、うん、あペコちゃんおったのって言って、うん、でみんながあれ誰なんですよ、あれなんなんですよみたいなの探してたんですけど、その時に荻野慎吾が発見したんですけど、あの生真面目さがそんな裏目に出るかと思ったおじいさんおったんですけど、うん、特にありませんって書いてあの多分ニックネームないから特にありませんって書いたのが全部ここに反映されて、周りで走ってる人全員半笑いで乗ってまうわそれは、かわいそうだったという。いやこんなところで言うのもなんですが、本当にあのプロ野球のピッチャーだったじゃないですか。そうですよ、はい、この後坂東エイジプロ野球選手時代の滑らない話。実際はもうここで出ますね。いやこんなところで言うのもなんですが、本当にあのプロ野球のピッチャーだったじゃないですか。そうですよ、はい、それもまあまあ大したもんで、はい、それ高校時代はまあまあ日本中でわーわー言われたんですけど、それでちょっと下がれて入ったんですけど、まあ運が悪いんですよ僕人生ね、はい、僕が入る前に長嶋茂雄さんが巨人入ってるんですよ。で僕と一緒に王貞治が入ってる。うわーすごい。あの二人さえいなかったら僕こんなところに座ってませんよね。こんなとこったら悪いけど、いやいや本当にまっちゃん悪いけど、ほらそういうとこから、まあまあね、いや本当にすごい人なんですよ。それ分かってますよ我々も。それでもね、あの人間ってどっかでね旬というのがあるんですよ、脚光浴びるみたいな。でプロへ入ってちょっとうだつが上がらんかったんですけど、7年目ぐらいかな、結婚して次女ができた頃やからもう7年目ぐらいですわ、うんね、その頃にね巨人キラーになるんですよ。おい、うん、それも王長嶋に強いっていうことですよ。おいおいおい、まあほとんど敬遠やからねほら、まあ、そんなこと打ちようもないみたいな。いやでもすごかったっていうのは、ね、でそれで巨人をあの日曜日完封して、はい、そうするとやっぱり新聞も騒ぐじゃないですか、はいはい、そして中日がトップ走っとったんですよ、はい、それで優勝かもわからんちゅうことで、それで取材陣が来るわけですよ。そしたらあの、ね、中日で、それでちょっとうちの家内のうちが大きいお家なんですよ、はい、うん、大きいってあの100坪200坪違うんですよ、千坪、あの正常の、うん、正常のだから木だけでもあの東京都の天然記念物かな、はい、
3人ぐらいが抱えないかんようなヒマラヤ水がドーッと3本4本立ってるんです。だからそこの家が気温が3度ぐらい低いんじゃないかと思うぐらい、マイナス4度いいよね、ドーッと。そしてまあそこで東京の時はちょっと家内の家に寝泊まりするじゃないですか、はいはい、別邸みたいなすっごい、はい、それで完封して、はい、そして日曜日帰って、そしたら月曜日取材陣が来て、はい、その写真を撮らせてくれと、はい、というのは巨人キラーの坂東が月曜日試合がないじゃないですか、はい、旅行日で、だから休養してゆっくりしている、ね、中日のエースっていうのを一面に載せるって言うんですよ、はいはい、こんなこっちもちょっとね、なちょっとしたもんやないかっつんで、それでにっこりしたりして写真撮って、先ほどさん話じゃないけどバシバシバシで撮られて、それで写真撮ってバンドさんありがとうございましたっつって取材陣が帰るんですよ。それでまあ一日ぼーっとしとったら、翌日の火曜日の朝に7時ですよ、朝の7時、ドゥザダダーッと男が7、8に入ってきたんですよ、家ブワッ、言うちゃ悪いけど日本の経済を動かしてるぐらいの人ですよ、はい、のおじいさんが、そんなとこのおじいさんとこへドゥワーッと警察官が入ってきたんですよ、はい、だからちょっと偉い人はね躊躇してました、やっぱり、はい、その大きなお家の前で名前も知ってるっていうんで、ほん、はい、でドゥワーッと来たら、はい、その捜査官みたいな人がドレドレドレって家の中入ってきた、玄関開けてドドーンっつって、はい、その家の中入ってきたんですよ、はい、デカがドドダーンって、はい、それも靴のまんまでドワーンって、はい、でどちらですかどちら、見たら分かるやろ、庭ってそこやないか、その大きなとこやないか、うん、そしたらなんと、え、僕の写真がこう、はい、うちの娘抱いて、まだ一切満たないぐらい、それを抱っこして、そしたらカメラマンが、さっきの話じゃないけど、ここで花の綺麗なのがこうお庭だから咲いてるんで、バンドさんその大きな花をちょっと指さしてにっこり笑ってくださいって言うんですよ。だから言われた通りするじゃないですか、はい、ほんならにっこりはいとかしたら、いいですね、これはもう休日も、それもエースの休日、ありがとうございましたって言うんで、そのまま帰った翌日の一面にその写真が載ったんですよ。そしたらその写真がなんと、え、ケシの花やったんです。大きなケシの花で。え、ケシの花でしたね。そうそう、ケシの花。麻薬ってことですね。そうそう、うん。そして翌日から球界の麻薬王って言われる。綺麗な。全く知らんわけだ。全く知りません。たまたま。たまたまです。はい。それもね、来た時の、そら、おまわりさんも部長クラスはびっくりしますよ。そら、こんな、ね、日本を動かしてるような人の、ね、お家でね。だからちょっと、嘘と思われた方なのでね、ちゃんとこれ、これが、その時の。うわ、すごい。だから見る人は見る、まあ、すぐに分かるわけですよね。分かるんでしょうね。僕ら知らんじゃないですか、これ。この花。すごい。ちょっと悪くて。消しの花。決定的瞬間なんですよ。そうそう。指させてますよ。指させてる。そしたら、よう見たら、こんな花が何分でも咲いとるんですよ。というのはね、鳥が、こう、落としていくんですね。千坪あるから、森みたいになってて。はい。タケノコも生えとるんだけど。こっちは知らんもんが勝手に生えとるわけですよ。そうです、そうです。まさか僕もその時初めてケシの花ってこんなんかなと思ったもんね。大麻栽培容疑で踏み込まれたってことですか。そういうことでしょうね。それは大丈夫だったんですね、坂東さん自体は、うん、一応何を聞くねやつ。違う一応取り調べを受けたわけです。あの坂東英二さんですか、これあなたですねって言われましたよ、うん、はい、僕ですって。あ、でも連れては行かれなかった、ね、それとまあ有名なピッチャーやからね、向こうもまあサインが欲しいぐらいのピッチャーでしたから、ほらもういやらしいか、変な時代。いや本当に一応当初で、あの何にも知らずにということでちゃんと書いて坂東英二と書かなダメなんです。はい、知らんっていうのは恐ろしいもんですよ、ね、あ、びっくりしましたね、あれは。大きい家やから起きた事件というかね。まあまあ自慢たらしいな、よその家で。今年の5月にですね、はい、世紀の一戦が行われるというので、ラスベガスで、パッキャオとメイウェザーっていうのが戦うということで、こうボクシングファンとしてはこれはどうしても生で見たいと、これなんとかならないかなということで、いろんな人にこう力を貸していただいたら、チケットが1枚だけ手に入ったんですよ。1枚だけなんですよ。でもこれは行くしかないということで、人生初の一人旅です。一人ラスベガス、一人ラスベガス、日本国内も一人で旅行なんか行ったことないですよ、
これでもこの試合見るためにはもう一人で行くしかないっていうんで、もうめちゃくちゃビビってるんですよ。もうドキドキしてるんですよ。成田初なんですけど、もう千葉ですよ、そこ行くのにもうビビり倒してるんですよ。俺気づいたら3時間前に着いてたんですよ、ね、ほんでとにかく何かあったらあかん思って中入らんと、もし飛行機乗り遅れたりとかやったらえらいこっちゃと思ってるから、もうすぐ入って、うん、ほら僕旅慣れてないから中入ってもなんかいろいろあんねや思ったら何にもないんです。だから入ってもうたら、イミグレーション入ってもうたら、入ってもうて何にもない、3時間ある、もうラウンジ行くしかないっつって、俺ラウンジ一人で入ってやることないし、ビール飲んで、ワイン飲んで、ウイスキー飲んで、もうベロベロですよ、ね、千葉で千葉でベロベロ。ほなちょっと帽子の大きいマダムに声かけられて、うん、ああなたとか言って、大ファンなの写真撮りましょうとかで写真撮ってもうたりしながら、でベロベロでやっと3時間経って飛行機乗りました、うん、携帯を充電せなあかん思って、で充電器さし、俺の充電器はまたあの一番コード短いやつなんですよ、うん、でこれコード電話差し込む、うん、床にもつかない、うん、この上の棚にも乗らない、うん、だからちょうどやり終わったバンジーみたいな感じなんですよ、うん、もうしゃあないわ思って、でも酔うてるし、そのまま俺離陸前に寝てもうたんですよ、うん、ほんでしばらくして起きてご飯でも食べようかなと思ってパッと見たら携帯ないんですよ。携帯外れてるやん、とかってシートの下とかこことかどこ探しても携帯ないんですよ、いや初の海外一人旅携帯なしはこれ無理やで思いながら、もう探して探してたらシーさん来られて、どうされました、いや携帯がないんです、違いましょうとか言ってペンライトでシートの下とか見るんですけど、どこ見てもないんですよ。ほんで俺の後ろに3席あったんですけど、リリー君の時にスーンって向こう行ったんちゃうかなと思って、ちょっと後ろの方にも聞いてみますとか言って、すいませんって後ろの人3人立ってもうて、そのシートの下とか見るんですけどないんですよ、はい、うん、ないですって、はい、シーさん本当に携帯刺されてました、うん、このコードは見たこと見覚えあるんですけど、携帯なんかなかったようなみたいな、いや俺刺す、いやでも酔ってたけど、いや刺した、いや絶対刺してます、うん、みたいなことあって、でもこれどうしましょうってなったら、ついてとにかくお客さん全員出てもらって整備士に、うん、このシートをめくって中調べてもらうしかないって言うんですよ。そこには僕は立ち会えませんって言うんですよ。いやそうですか、だからどうしようもないです、まあ、とにかくお食事でもされますかとかで食事出されるんですけども、味全くしないですよ、携帯ないって、ほんでそっからサンフランシスコでトランジットなんですけど、サンフランシスコまで俺何回も探すけど全然ないんですよ。ほんでもう降りてくださいと俺飛行機降ろされて、ほんで CA さん親切に、もし出てこなかった場合はここに電話してくださいみたいな紙を渡されて、うん、ここに電話するその電話がないんですよと思いながらも、ありがとうございます言いながら、でも入国審査イミグレーション並んでくださいって言われて、今整備士がやってますからとか言って、ほんと俺並んでたら、結構そんな時に限ってなんか結構スムーズにみんなこう入っていって、あと3人で俺もアメリカ入国なんですよ、携帯ないんですよ、これどうすんねんどうすんねんまた肩叩かれて、パッて見たら黒人の整備士さんが俺の iPhone を出してくれたんですよ、俺初対面の人と初めてうわぁハグしてサンキューサンキューって言ってよかったと思ってラスベガスなんとか行けて、ほんで試合中、俺ラスベガス2回目なんですけど、20年前ぐらいに友達と行ってるんですよ。その時にちょうど MGM の前にバーンってポスター貼ってあって、タイソン対ホリフィールドって言ったの、タイソンが耳かんだ試合のまもなくゴングみたいな時に行って、これ中で見る人ええなと思ってたんですよ。っていうその MGM 憧れの MGM に俺一人で入って、うわここかとか思ってたら、いろんなこうセレブリティの人たちが会場のモニターに映し出されるんですよ。いろいろ言ってたね、レオナルド・デカプリオだ、ロバート・デニーロだ、ほんなホリフィールドってバーンって、ホリフィールドも来てんねやと思って、すげえなー思ってたら、こっちからタイソン歩いてきたんですよ。うわータイソンやー思って、ほんなみんながタイソンタイソンってぶわー寄っていくじゃないですか。ほんならタイソンバー歩きながら、全然知らんおっさん寄ってきた、そのおっさんが持ってるポップコーンめっちゃ食べるって。タイソン、知らんおっさんポップコーン
手数すごいね左出るなみたいなあいつだけですよ MGM で人の耳と人のポップコーン噛んだっていう旅で楽しかった。でもまあセレブがいろいろいましたけど、もちろん写真なんて撮れることもできず、でも唯一俺はこの旅でセレブとツーショットで写真撮ったんですよ。これがその行きのベロベロの成田空港で撮ったのが、その帽子の大きいマダムが、これがアパホテルの社長やったんですよ。おい俺 MGM のセレブとは撮れませんでしたけど、APA のセレブと違ってこれが一番の思い出です。いやー携帯は結局何やったのかな、武藤和真入ってたみたいですね。注入時代からポン落ちてもうた。はあ、アホの三股の話していいですか。三股又蔵がね、やっぱだらしないんでしょうね、あいつ前歯だけしか実はないんですよ。奥歯もほとんどないんですよ。多分だからもう歯磨きもせんと寝たりするからそんなことになるんでしょうね。兄貴歯医者なんですけどね。もう前歯しかちゃんとなくて、ほんでね、ふっとねこっちがよそ見してたらね、うわってやるんですよ、あいつ。見たことある？あります、あります。うわってやるんですよ。何してんねん、それ、前から。俺、もう説明だけでも分からへんけど、歯がないから、指をそこに入れて、なんか、ある定位で落ち着くんだって。嘘の歯を作ることによって落ち着くんですって、はい、でそれであのそうか知らんけど、はい、やめろと、見栄えも悪いし、少なくても俺の前ではもうやらんといてくれ、もう気持ち悪いわ、はいはい、すいませんみたいなのがあって、はいはい、でもう一方で僕あのよく一緒におるこの放送作家の佐田っていうのがいて、はい、これもまたまあ風天も小汚い40過ぎの腹ぼって出たやつなんですけど、はい、こいつはこいつね前歯がね全部やっす狩り場なんですよ。でこれがね、これも俺もようわからない、ほっといたらね、俺のなんか見てない時にねってやる、はい、それ何したのなんかね、狩り場やから歯がでかすぎて気持ち悪いんですよ、浮いた感じがするから、これ外に出しときたいんだよ。やめろと、はい、気持ち悪いからすぐよ俺の前ではもうやるなよ、はい、すいませんこんなやつすいませんって言って、はいはいはい、である時3人でご飯食べてたんですよ、はい、佐田と三股と、はい、ご飯食べてたんですよ。で僕たまたまフォークをポンって落としたんですよ下に、はい、でパッて言われて、はい、重たいように早くパッと上がったら、はい、こっちで死んだお前が生まないわ今日の飯ここやここややるやねん。ちょっと前ほんの話聞いてへんけど。まあまあそんなそんな。安藤さんいらっしゃるんで、あのアタック25のお話なんですけど、初めて出た時の話なんですけど、あの初めて出させていただいた時に児玉さんとお話をさせていただいて、で30何年やってるけど、1回しか休んだことないんですよ。で1回だけ休んだ盲腸で休まれたんで、その時の司会が坂東さんです。あ、そうですね、それだけ、はい、はい、でそれだけずっとほとんど全部仕切ってこられたんですけども、30年やってきて一度も自分の思い描いた通りにできないと、やっぱこう本人の中であるらしいんです。まず赤がいってで白が頑張ってで緑が逆転したけど最後どっか傘らうっていくみたいな、こう思い描いたビジョンになりかけそうになるんだけど、やっぱり一般の人なんで、もう思わず違う番号言っちゃうんです。ですぐ思わずなぜ加藤を取らないと言ってしまうんです。まあ思わずその自分から出てしまう言葉なんですよね。でまあ僕もちょっと一応モノマネも公認させていただいてて、まあ僕が出て、まあ他も芸能人大会だったんですけども、やっぱ僕らが優勝、まあ、花丸大吉で出たんですけど、僕らが優勝するのが多分一番いいんですけど、まあそれでもまあ最初に先行せずに後から大逆転がいいだろうなっていう多分児玉さんの頭の中にあったんで、でまあ幸いとかまあたまたまですけど、僕らも緊張してて結構答えれなかったんですよ。でもう最後ここを
答えなければもう逆転の目はない、はい、でもここで答えると土俵際の大逆転になるっていう、もうなんとなく素人目に見てもこの問題大事みたいなところで僕答えたんですよ、はい、その時の児玉さんのその通りが、うん、その通りって言ったんですよ。あんな冷静な人がちょっと飛び上がりながら踊れよ。、はい、プレミアムな経験な。なかなか見られへんよ。そう、バンドさんやってはったら一回だけ。そういう巡り合わせもあるんですね。僕はとんでもないところでとんでもない結末づくということもあるんですが、はい、入った時は、はい、騒がれて入ったプロ野球からは、はい、球界入って、はい、だけど1メートル66センチで66キロ、うん、今とちょうど一緒ぐらいなんですよ、身長体重、それで周り見たらこう通用するとは思えないじゃないですか、大きいですもんね、それでもう1年目からこれは無理ちゃうかなと思って、だけどもまあ走ったり一生懸命練習してたんですけども敗戦処理ばっかりなんですよ、だからオールスターまでもう勝敗もつかないというか、ただ騒がれて入ったからベンチにだけ入ってるという、それでずっとおったんですけども、オールスター過ぎたら1人減り2人減りたらみんな自由契約で解雇されているんですよ、それで僕もそろそろかなと思ってる時にあのバッティングピッチャーで行ってた時にあのキャッチャーの吉田さんという方がものすごいオールスターもよく出る素晴らしい方があの運動悪い方で、というのは長嶋茂雄さんというのは皆さん方は覚えてないと思いますけども、打つのがね一タイミング遅れるんですよ、あの普通の打者だったら投げたらカーンと打つじゃないですか、ところがあの方一瞬溜めてカーンと打つもんですから、この吉田さんというのはいいキャッチャーなもんですから前へ出て取ってくれるんですよ、だからピッチャーとしてはものすごく早く取ってくれたんで早いという錯覚するんですよ、そんなもんだから吉田さんがこうパッと出たら長嶋さんがちょっと遅れて振ったら後頭部を思いっきりカーンと殴ったんです、はい、でそのまんま伏せて救急車が来て、はい、病院へ入院して、それであやらない出てこないなと思ったら1ヶ月のうちぐらいに出てきた時に僕はバッティングピッチャーだったんですよ、そしたら吉田さんがランニングして、はい、初めて打席入って打とうとしたら1球目僕がこめかみにデッドボールあったんですよ。何してんすか、何してんすか、最悪です、これでまたそのまんま救急車だ。この人は笑いごっちゃね、もう笑いごっちゃないですけどね、ドキドキして、これでその後敗戦処理ぐらいでは出てたんですが、まあ、また2週間ぐらいで出てきて、まあ、やってシーズンは終わった時にもう僕はこれは多分もうクビだろうなと思ったんですよ、自分のチームのねキャッチャーにデッドボールを当てるわ敗戦処理でも大したことないわっつうんで、もうそれで背も小さいし体重もねないしからっつって、もうよしもうどっちみちクビだと思って、それでシーズンオフをボーっとしとったら、あのちょっと飲み屋に行ってたら隣の紳士のこと、あ、ワンドさんじゃないですかっつから、そうですって、これで何だったらこの人、あ、バンさんあれですね、シーズンオフは何してるんですか、いやすることないですから、もう僕もそろそろって言っとったら、ほんならちょっといっぺんうちの事務所へいらっしゃいよって言うから、これで聞いて住所聞いて行ったら、台東って分かります、あの遊戯機とか作ってた、ゲームの、でそのそこがね、あのジュークボックスを売ってたんです、当時今のカラオケみたいなもんですわ、各旅館に行ったらもう100円玉入れたりしたら3曲ぐらい聴けるという、聴けるっていう、そしたらバンドさんこれ知ってる人に売ってこんかと、喫茶店やいろんなとこへっておっしゃってくれたんで、あ、もう首身にもなるし、そんならまあこれアルバイトでちょっと覚えようかと思って、それからあのその当時は輸入品でした、全部、新品じゃなかった、ラッカーできれいに掃除してね、それでまあ口はまあまあだったんで、これで売りに行くんですよ、喫茶店で2つほどポッと売りが、当時ね70万から80万した、あれ1台が、そしてマージンが大きな声で言えんけど10万ぐらいあるんです、当時高校で7、8000円ですわ初任給が、僕は騒がれて入って手取りの10万です、そんな時にそのジュークボックス1台で10万ぐらいですよ、そら力入れるやん俺は、いつ首がってもいけると思うし、ほいでまたちょっと頭まあまあ小賢しい頭してるから、ほいでずっと売り喫茶店よりも、その当時はあの新婚旅行は白浜屋とか別府とか熱海の、新婚旅行行くとほんならそこの旅館へ行きゃええっちゅうんで、
南紀の方へ、紀州の方へ、名古屋からずっと関西本線乗って売りに行くんですよ。え、あの長島屋とかいろんな旅館へ、はい、これが売れて売れて1回行っただけで7台売れたんですよ。ここはうまいでしょうね。もう発注7台ですよ。え、ほらもうこれだったら次から次は下呂温泉やみんな行こうと思って意気込んどったらまた呼び出しがあって、え、台東から、台東さんちょっと来てくれ、どうした、えらいクレームなんだと、あんたが売ったところの旅館から全部、いやそんなん言ったって俺知らんやんね、それは機械が悪いんじゃないですか。ところが売った場所が悪い、全部海辺だった、はい、そしたらその当時そのジュークボックスはドイツ製なんですよ、だから潮風に弱いんですよ、ほんなら俺売ったん全部浜辺ばっかりやん、これ潮風で全部止まるんですよ、音が回らないレコードが、それでバンドさんすいませんけどあの保証してもらいたい、何を言うてんねんやっちゅう、あの台東の思い出ですわ、だから大体ろくなことがないんですよ僕ね、風がろくなことしやがれ、鉄の花も風で飛んでくるね全部風です、全部風やねえ情けない、だからもう素人の商売はあかんですね、バンドさん悪ないですもんね、別にそれは知らんのね、僕春日と中学1年から一緒なんですけど、高校1年生の時にあの春日の家に泊まりに行ったんですよ、で春日の家すごい立派で、一つの土地に春日の家族とおじいちゃんおばあちゃんが住んでる、家があるんですよね、離れみたいになって、そうなんですよ、で間がこう庭で竹がこう生えてたりするような感じで、で泊まりに行って夜中1時頃もう寝ようかって言って、で電気消して僕横になってて、でここが窓あって、で庭見てたらなんかこうボーってこう赤い光みたいのが出てきて移動したり消えたりするんですよ、で春日に「おい」っつって、なんか光がついたり移動したりしてるぞって、あ本当だっつって、こんなことあんのっつったら、いや初めて見たっつって、え、なんだろうね、なんか火の玉的なことなのかなみたいな、いや分かんないっすよ、ちょっと見に行ってみようっつって、で家出て竹をかき分けて住んでったら、あの春日のばあちゃんがしゃがんでタバコ吸ってたんです隠れて家族誰も知らなかったもうびっくりした、タバコ吸ってることを知らなかった、タバコ吸ってんだって、はい、それショックやな、ショックでしたねもう10年以上前の話なんですけど、携帯電話が鳴って見たことない番号やったんです、でバーって取って「はい」って言ったら「次郎さん誕生日おめでとう、パンパパンパン次郎次郎」って聞こえるんですよ、どえらい間違い方絶対間違いなかったね、ほんで次郎さん待ってるよって誕生日おめでとうねって言うんですよ、でいや全然もしもしって僕違いますけど、でもジーローチーローがうるさすぎてもうずっとすいませんもしもし僕違いますけどもしもしって言ったら、あちょっと待って待って待ってみたいな、あジローさんじゃない、あ違います、はいすいません、あごめんなさい、あ、はい、大丈夫ですで切ったんですよ、んなら10秒もせんうちにまた同じ番号がかかってくるんですよ、はい、え嘘やろってなって、でパッて取ってパッて耳当てた瞬間、次郎さん誕生日おめでとうパンパパンパン次郎次郎、こんなおっちょこちょいなやつ存在すんねや思って、見るやろと普通もし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 次郎ちょっと待ってって、もうさっきと同じくだりやんってなって、もし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 ちょっと待って、次郎次郎さんじゃないって言うから、あ、違います。で、一回確認してくれた方がいいんじゃないですかと。あんまりね、急にそんなテンション上げられても、次郎さんも困るやろし、みたいなこと言うて、ほんで、もう切ったんですよ。ほんなら、30秒ぐらいで、またかかってきた。もうないやろと。もうないやろと。ほんで、もしあったとしても、これはもう切れたろう思って。ほんで、またなったから、ピッと取って、はい、言うたら、次郎さん誕生日おめでとうって来たんですよ、これは言うたろうかな思ったんですけど、2回クラッカー鳴らしたから切れたんでしょうね、全員拍手変わってたんでそこ割れてもって注意できませんでしたびっくりした間違いで、あーおかしい。
吉本新喜劇入らせていただいておりまして、まあ、あの新喜劇の中で東京所属になるということはちょっと今までなかったんですよね、なるのやったらやめなあかんと、でまあこんなことをさせていただいてまして、まあこの いろいろ非難もありながら、もうちょい大阪の新喜劇出なあかんとか、まあ、そんなもありながらまあやってるんですけど、一之助兄さんという先輩がいてまして、よくもう可愛がっていただくんです。もう若い時からお世話になってまして、ほんでまあ飲んでたとかしても、お前は頑張ってるなと、頑張れよとよく言ってくださるんですよね。で、あ、ありがとうございますみたいな、お前はもう東京のテレビいっぱい出てな、頑張れ頑張れ思ってんねん、お前も頑張れよ、ありがとうございます。でももうね、あのみんなであの今よりええ生活しましょうと、新喜劇をブームにみんなで盛り上がりましょう、みんな金持ちになりましょうみたいな言うたら、いやもうな、若いお前ら だけでええねや、わしらみたいなおっさんはもう60も超えて、俺らもうええ、そんな、いや何言うてんすか、もうね、何やったらアメリカで新喜劇やるとかそれぐらいのことやりましょうよ、いやもうそれはお前らでやったや、お前もう頑張ってる、お前がどんどん引っ張っていけ、俺はもうそんな別に売れたいとか別にないしな、何言ってんすか一之輔兄さん、一之輔兄さんも行きましょうよみたいな、いやもう俺はええねや、もうそんな、もう売れたいとかそんなないしやな、ここからもう死んでいくだけや、お前らも頑張れみたいな、あ、いやそうですか、まあまあでもね、本当に皆さんが築き上げた新喜劇をなんとか次の世代にも、そうやな、言うてくれたんです。で僕はある時自分の座長の新喜劇やってる時に、一之輔兄さんって、まあ、そうは言いながら今だけこんなん言うたらすごいかっこいい人みたいな思いますけど、まあ、ハゲてて、ええ加減なんですよ、出たあかんとこでパッて出たりとかするんですよ平気 でセリフもバンバン覚えてへんくて、火曜日初日で、落日は月曜日なんですけど、日曜日までセリフ入ってないとかザラなんですよね。でも愛されるキャラやから全然もう柔らかい感じの人なんです。でも本当にどの週も出てるから本当に大変なんですけど、いつもまあ陽気な感じでやられてますね。ほんである時、それまでも、おいほんま川田もええかにせよお前みたいなセリフがあったりとか、お前らもう喧嘩すんなとかいう感じで軽くやってるのに、ある時、おい川田何をそんなことしてんねや、そのすんなとかいうセリフに変わってて、ちょっと間が伸びてるのよ、でおいお前ら喧嘩すんないうところも、おいお前ら喧嘩はするなみたいな、あれみたいな、今日なんか間悪いなみたいな、というかすごいセリフしっかり言ってんな、真面目になったんかなと思って、僕一回吐けるとこがあったんですよ、パッて吐けた袖のところで風間森雄さん見てたんですよ。めちゃめちゃ売れたんやろ。めっちゃカッコつけてるやん、たっぷり意識してる、風間森雄見てるから見て、芝居の毛色変わってもらったあわよくば映画ドラマに出ようとしてるやん。新喜劇がそんな力入った芝居いらないぞ、ポンポンポンワーポンポンポンワーのにテンポ崩れて、おいお前ら喧嘩はするんです、おかしいよ、さっきの舞台に受けへんわってるやん、ほんで履ける時もこんな感じで履けてたのに、こんな感じで履けてる、触れようとしてるやん、キモーって欲同士ベテランの話で、引っ張られてもて、まあお世話になってます、まあ偉大な方がね見てるとやっぱ力入るさ、引っ張られてかわいいさ、あ、大丈夫です。僕、普段ドラマとかあんまり出ないんだけど、はい、ドラマのオファーが来た時の話なんだけれども、たまたまベッドシーンがあるっていう、そんで、現場行ったんですけど、ほんで女優さんがいて、出川さん、ちょっとベッドシーンだから、ちょっと脱いでくれって言ったら、裸になって、前張りも貼られて、前張りも貼ってくれとか言って、え、そんな本格的なやつなんですかとかなんとか言ったら、女優さんも下着になって、本当にベッドの中に入って上に毛布かけて、じゃあ、出川さんお願いしますとかなんとか言って、この辺とかチューしたら、本当綺麗な人なんだけど、チューとかすると女優さんが、ああ、ああとか言ってくれるんです。それはベッドシーンなんだけど。ほんで、俺、あ、やばいと思って、反応してしまうじゃない、正直。ぶっちゃけた話、監督がカットカットカットって、出川さん何やってんの、恥ずかしがんないでもっと押し付けて、いやいやでも恥ずかしいし、俺のカチンコチンはもうもしカチンコチンしてたらすぐバレるぐらいのカチンコチンだから、あの女優さんにちょっと意味が前張りだけやからって、前張りだけじゃなくてカチンコチンの具合がすごいから、あ、出川さんが、そうそうそう、あでもその前に一番最初にその女優さんに僕なんかが相手でごめんねって言ってた、ほんだらすごいいい子で、あ全然出川さんだけど全然大丈夫ですから、もう思いっきり来てくださいっていう、それが思い出して、もうこれはしょうがないなと思って、俺のカチンコチンをすごいカチンコチンしてたら、もうすごいなって、
ほんで一生懸命動かしたら監督が OK 出て、はい、OK ですとかなんとかって、出川さんよかったよとかなんとかって、うん、マジですかとかって女の子に言って、いや本当ごめんね、俺なんか会えたら気持ち悪かったでしょとかなんとかって女の子が、いや全然大丈夫です、もう気にしないでください出川さんとかなんとか、わなんてこの子いい子なのかなってパッて胸元見たら胸元がジンマシンだらけだそんなにそんなに俺が嫌だったのかと。だから口では言ってもやっぱ体は正直なんだいい子でしたけどね。すごいですね。ちょうどそういう こう先輩の話が出たので、3月に西川きよし師匠と差しで対談するっていう番組やったんですよ。3月に西川きよし師匠と差しで対談するっていう番組やったんですよ。で今までもちろんお仕事も何回もさせてもらったことありますけど、差しでがっつり話するのは初めてなんで、いろいろその当時の漫才ブームであるとか、やす師匠が謹慎になりはった時のこととか、いろいろ話聞いて、で当時やっぱすごかったね、すごかったと。その笑いの取り方もとにかくもう劇場でも一敵も残さずに笑いを全部かっさらって帰るぞっていうのをやってたんで、もう笑かして笑かして、これでもかいぐらい笑かしてお客さんも笑い疲れさせて返してたと。たまに仕事の関係で普段は鳥野安清が前になって、鳥が桂三師匠今の文師匠になった時とかはもう15分の持ち時間も桂三師に一つの笑いも残さへんぞって言って30分とか40分やり倒して、もうこれで笑い残ってへんやろって言うんで吐ける。ほんなら当時の三師匠が袴まくし上げてうわー出てきてドガーみたいなんでクソーとかのもうやり合いやったって言うんですよ。めちゃくちゃ面白い話いろいろ聞いて、ほんで清師匠曰く、今も僕のここにはやすし君がいんねやと。で本番出る前なんかはやすし君いいアイデアあったら今日も頼むでって言うてから出はるんですって。っていう面白い話いろいろ聞いた。その3日後に今度文枝師匠の落語会のゲストに俺呼ばれたんですよ。ほんで清師匠とこの間も喋らせてもらって、こうやったらしいですね、まあそうやなとかいう話をして、で打ち上げ行こうかって、お酒も一緒に飲みに連れて行ってもらって、でいろいろ聞いてたら、いや僕は安志さんと同い年やったと。先輩やけど安志さんと同い年で、でも結局僕は安清の二人のあのパワーには勝たれへんかったっておっしゃるんですよ。こんな後輩の前で俺勝たれへんかったって素直にこう言いはんねや、それもまたすごいな、かっこええなぁ思って、ほんでまたその3日後に清志から電話で言って、西川です、ジュニア君この間テレビありがとうございました。いや師匠これ何の電話ですか。いやでこの間三枝君の落語会にジュニア君出て僕らの話またしてくれたみたいで、それに行ってたお客さんがすごい楽しかったっていう声を聞いたんでお礼の電話をさせてもらいました、ほんまにありがとうって言われるんですよ。いや師匠ちょっとそんなわざわざこう電話後輩にこんなやめてくださいよ言いながら、でも文枝師匠がやっぱり僕は八月の二人には勝たれんかったって言うてありましたよ、熱そうもございません、僕は本当にあの桂三枝という男は見上げたもんやと、ずっと一人で笑いを突き詰めて突き詰めて、ほんまに素晴らしい男で僕は一回も勝ったなんて思ったことないです。あそうですか、お互いこう認め合っていい会社入ったなっていうのがね、後輩として、ほんで文枝師匠と安志師匠同い年だったんですね。そうなんです、だから安志君もお酒飲んでなかったら今頃現役バリバリで、安志君の生年月日は1944年3月18日、あ今日安志君の誕生日です、安志君おめでとう俺電話越しでめっちゃでかい声で、安志君おめでとう言われたんですよ。多分ですよ、多分ですけど、ここにやす師匠いる、あ今日誕生日や、やす師匠おめでとう、なるほど、なるほど、なるほど、すごい話やな、焼き上がりになったよね、あの師匠ね、師匠ね、今日師匠ね、僕コンビを、まあ、星ちゃんと組んでたんですけど、ね、で別れまして、でまあ一人でお芝居をちょっとしたいなと思って、まあ、舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、まあ
東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回る、うん、で、まあ、1ヶ月終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあって、でその1ヶ月の間にその主演の役者さんと、あとまあ大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さん、この3人がちょっと好き嫌い、いや好きみたいな、ちょっとこうなんか、その主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっといってる感じがあったんですよ。でそれ僕ずっと見てて、あなんかすごいなと思ったんですよ。舞台ってこうなんやな、やっぱりとかでいろいろ思ってて、で東京が終わってで地方に行ったんですよ。で地方に飛行機で行って、で飛行場からちょっとしたバスに乗って、まあみんなでちょっとこう九州やったんですけど、移動しようと、で移動日やったんですよ。で着いて、ほんでまずその役者さんがドーンとこうバスの後ろじゃなく真ん中に座らはったんですよ。で僕そのちょっと2個ぐらい後ろに座って、でどう座らはんやろうその女優さんやらば2人はと思ったら、その若手の子が初めその大御所のその男優さんの横ぐらいに座ったんですよ。で、あ行きよった攻めよったと、ほんならその大御所の大御所いうかそのまあ女優さんがバーって来て、その子の横にバーン座ったんですよ。だから男優さん、そう大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ、バーンとブロックしたんですよ。でブロックしたと思ってね、で地方ですからこう気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでこうなってたんですよ。でまあ移動して、で1時間ぐらいこう、まあ、高速とか走ってたらインターチェンジに入ったんですよ、休憩ね。でインターチェンジみんなトイレ行ったりなんかね、いろいろこうタバコ吸ったりとかして、で帰ってきたんですよ。でその大御所の女優さんが遅かったんですよ。で遅いなと思ったらギリギリに乗ってきはったら、こうフランクフルトを1本持ってこう来はったんですよ。で初め僕あフランクフルト買うたはんにゃ、あフランクフルトなんか食べはんにゃと思ったら、その今いただいていいですか、すいませんちょっと匂いしますけどみたいな、みんなに、はいって言ったら、そのね、ケチャップとマスタード一緒のやつプチッと折って、こうチッシッてかけて、でそのいただきますって言って、なんかこう握手いいわみたいなのが始まったんですよ。で僕初めんと思ったんですよ。んと思ったんと思ったんですよ。ほんならここについてるね、ケチャップとかこうプッとか音鳴らしたり、なんかこう、こう言ってんのに、暑いから、暑いわとか、そんな暑ないよな、一回出して、また、とか、なんかチパ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 チ、すごいな、うわ、すごいな、と思って、すごいな、アピールがね、アピールが。で、それ、まあ、食べ終わらはって、まあ、なんてない話してるんですけど、その、役者さんは一個飛ばしでまたその若い人とかになんか九州で美味しいもんあるよねみたいな始まったんですよ。であれあれあんだけアピールしてはったのにこれ無視されてるのかそれかどうなんやろうと思ってこう見てたんですよ。でまた1時間半ぐらい経ったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんでまあみんなでまたトイレとか行って僕おもろいなと思って、ほんでまた帰ったんですよ。ほんでまたその大御所といいますか女優さんがまたギリギリなんですよ。であれと思ったらまた帰ってきはったら、次はちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうだったんですよ。え2本目2本目1時間半やで女子やろ、ちょっとペース早いな、ペース早いよフランクのフランクなんかもう一本でええでしょ一日もうまた行ったほな次はまたケチャップビューやってまた次でやってで次もうこんななんですよか全然いいぜお前ほんまやろなほんまですってほんまでますよねうわまた始まった何やってんのよお前ナイスでしょ。フランク白い。ドイツのやつでしょ。ほんまにやってる。ドローンってしたやつ。大きいわ。
それを見てた話は何やねんそれ。ブランクの話。ブランクの話。ブランクの話。いやでも絶対アピールやったと思うんですけど普通に食べてた。日本は多いな。日本は普通に食べたんだけど僕はそう見えたっていう。宮川さんがそう見えただけで、その人は普通にフランク好きなだけです。私妹がいまして。妹、はい。まあ、結婚して子供がいるんですけど、まあ、4歳の、まあ、言ったらあの姪っ子がいまして、まあ、その姪っ子のことを私、うん、あのすごく可愛がってるんですね、うん、じゃあこの後からすぐ姪っ子の授業参観での話。あ、カスは、はい。私妹がいまして。妹、はい。まあ、結婚して子供がいるんですけど、まあ、4歳の、まあ、言ったらあの姪っ子がいまして、まあ、その姪っ子のことを私あのすごく可愛がってるんですね、うん、であのまあ海外ロケ行ったりしたらまあ必ず土産買ってきて渡しますし、なんか私がその大きい仕事の時とかはなんか動画を撮って姪っ子の妹がなんかね、トシ君って呼ばれてるんですけど、トシ君頑張ってみたいな動画を送ってきてくれたりするぐらいな感じなんですよ。でそれ見てまあ結構な割合で泣いちゃうんですね、うん、姪っ子のことに関してはあんま普段泣いたりしないんですけど、まあ泣いちゃうんですよ。でまあ、その姪っ子があの、まあ、幼稚園通ってるんですけど、その幼稚園でなんか授業参観みたいなのがあると。で聞いたんでたまたまスケジュール的に行けたんですね。でそれがまあ午前中だったんで、前の日の夜に実家に帰って、まあ、行こうと思って、で、まあ、帰ったんですよ。で、まあ、実家に帰ってもまあ夜やることないんで、地元の友達に連絡して、まあ、飲みに行ったんですね。で、まあ、盛り上がっちゃって、まあ、地元 の, あのキャバクラに行きまして、で入ったらその当時、まあ、1年ぐらい前なんですけど、あのワールドカップの時期で、はあ、なんかそのワールドカップ応援キャンペーンみたいな店全体やってて、あの女の子全員あの日本代表のユニフォーム着てたんですよ、青い。で席着いたらユニフォーム着た子が来て、あのどうも香川ですとか、うん、岡崎ですみたいな、うん、その日はみんなその日本代表のメンバーの名前でやってるんですよ。んで、あ、そうなんだみたいな話して、これ何、自分の好きな選手来たりしてんのって聞いたら、いや、あの一応あの意味がありまして、そのそれぞれ渡されたユニフォーム、例えば本田っていうユニフォーム着た子はその店のナンバーワンだと、うん、で店長がその日はザッケロニと呼ばれてて、なんかまあ、設定があるんですよ。で、キーパーの川島選手のユニフォーム着てる子はアフターに絶対行かないと、その守りが硬いみたいな、なんとなくそういう意味合いがあるお店。あ、そうな、面白いねみたいなこと言ってて、そしたらそのうち女の子変わりまして、あの大久保ですって言って、うん、大久保選手のあのユニフォーム着た子がついたんですよ、うん、で理由なんで大久保なのって聞いたら、その店で一番最年長だと言うんです。あ、なるほどねって、まあ、盛り上がりまして、でなんか照明変わってなんか音楽がオレオレオレみたいななって、聞いたら PK タイムがあるみたいな、うん、なイベントみたいなで聞いたら、あの PK とのポッキーキスゲームでなんかそんなんがあって、まあ人で盛り上がりまして楽しくて3回ぐらい延長しちゃったんですね。でベルベルになって帰って、で次の日その姪っ子の授業参観があるっつって、まあ行ったんですよ。そしたら姪っ子が授業受けてるのをこう後ろで見てるんですけど、家にいる実家にいる姪っ子しか見たことないんで、なんかその授業を受けてる姪っ子見ててなんかもう感動しちゃって、ちゃんとやってると思って、もう結構序盤から泣いてちゃったんですね。で一応そのマスクとあの眼鏡とかしてたんで、まあ、泣いてる姿は周りにはバレてない、うん、でも貸す姿っていうこともなんかバレてない状態で泣いてて、でそのメイクは授業を受けててチラ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 この手をこうやって見るんですよ、うん、メイクが手にシールが貼ってあるんですね、うん、でそのシールをなんで見てんだろうって妹に聞いたんです。あのシールなんだと、うん、したら先生から前の日にね、親御さんとか来ますけどちゃんと授業を受けなきゃいけませんよと言われていたと、でそれを忘れないためにシールを手の甲に貼ってあるんだと、うん、だからそれをこう見ながらこっちも気になるけど親も気になるけど頑張って授業を受けてたわけです、姪っ子が。でもうそれも聞いて もう号泣ですよ、うんうん、もうギリギリ声が出ないぐらいな感じでって言いながらまあ見てて、うん、で結構時間が迫ってきまして、うん、あの仕事があったんで途中で抜けたんですね、うん、でまあ校門まで歩いた時にまあまあまあ途中だけど残念だけど来てよかったなとか思いながらあの校門向かってたら、その子供を連れたお母さんがバーッと春日のとこ来まして、ちょっとすいませんがうちの子と写真を撮ってくださいと言うんですよ、うん、まあまあありがたい話ですけど、ただ
もう泣いちゃってるんで、うん、ちょ顔を見せるのちょっと嫌だったんですよね、うん、だからちょっと今日はすいませんみたいなちょっと断る感じの雰囲気を出してたら、うん、そのお母さんが私の耳元で大久保ですっつって昨日のキャバ嬢が最年長の大久保嘉人ですってああ大久保さんってってもうぐちゃぐちゃですけど一応まあ大久保さん抱いて写真撮ったっていう話です。できた話やな次の日に同じ幼稚園だったという。いやすごい話やな。小学校の時の話なんですけど、うん、まあクラスで結構目立つ存在だったんですね、うん、だからいろいろ自分が率先して班長をやったりだとか、はい、あとまあ学級会の司会やったりだとか、うん、でまあ体も結構まあ太って大きかったんで力も強かったんでまあ結構まあ一目置かれてたというか、はい、まあクラスの代表みたいな感じだったんですよ、うん、で小学その6年の時に生徒会の会長の選挙があると、はい、で6年生全クラス代表1人出して生徒会長の選挙をしますとなりまして6年1組だったんですけど6年1組の代表として、まあ、自分が出ますと自分からこう手を挙げて立候補したんですよクラスの代表としてで、まあ、出ることになりまして他のクラス2組とか3組の、まあ、3組しかなかったんですけど2組3組の人たちは先生とこの打ち合わせをして、まあ、選挙演説するんですけどその選挙演説の言葉を考えるんですね、うん、で1ヶ月ぐらいこうなんだかんだ打ち合わせしてその日に臨むんですけど私はなんか分かんないですけど自信がありまして、うん、考えないでいけるとね、春日ですよみたいなこと言ってるんですよ多分当時も今とあんま変わらないんですよ全然いけば本当にお前大丈夫か、うん、いやいやねそのみんなの前で話すことは慣れてますと、うん、クラスでいろいろ仕切ったりしてますし、うんまあ、当日も、まあ、選挙演説なんかもうアドリブでいけますよぐらいのこと言ってるんですよ、うん、じゃあ分かったとじゃあやってみろって言って、まあ、その当日迎えるんですね、うん、で、まあ、その日はもうすごく気合入ってましてもう服装も白いシャツもラルフローレンのシャツ着て蝶ネクタイして半ズボンにサスペンダーつけてもう清掃をして臨んでいくわけですよ。で家にいた妹にもお前、まあ、妹同じ学校で2つ下なんですけど見てるんでねとその時間は妹にもお前今日ちゃんと見とけと、うん、お兄ちゃんは今日生徒会長になるぞと言ってもうバーンと言って家を出て、はいはい、でまあ放課後その選挙演説の時間になるんです。体育館に全校生徒1年生か6年生が集められまして、でその前で演説するんですけど、まあ、壇上に6年1組なんで最初にこう出てって話をするんですね、うん、で袖から出てバッてこの全校生徒見たら600人ぐらいいるんですけど、はい、ものすごい圧なんですよ、うん、小学6年生にしては、うん、600人の前で何か喋るなど、まあ、ないじゃないですか、うん、今でも緊張しますけど600人の前だと、うん、したらもうその瞬間にもう何も浮かばないんですよね。でもう真っ白になっちゃってもう膝もガダララって震えてもうちょっとザワザワザワみたいになってるんですよ。でもう怖くなっちゃって焦って号泣しちゃったんですよその瞬間に泣いたら担任の先生がバーッと走って出てきて肩抱いてそのままはけた蝶ネクタイの発音の小太りの少年が何やったんや何やったんやと思うよね。でパッとその生徒の方を見たらたまたま妹と目が合いまして妹も号泣してお兄ちゃんだっつって悲惨な何が起こったか分からないよ。でも他の人にしたらさ出てきてないで連れて行かれてそうですよ開けさせないと落ちましたね。ドイツに、うん、ドイツに、まあ、ロケに行ったんですね。でめったにないことなんですけど、たまにスタッフさんが現地の人ってパターンがあるんですよ、はいはいはい、でその時はドイツに行った時は、うん、カメラマンの人がドイツ人の方なんですね、うん、もう本当に日本語は通じないぐらいの感じ、完全なるドイツの人で、うんまあ、ディレクターさんとかコーディネーターさんは日本人の人だったんですけど、まあ、それで、まあ、ロケやりましょうとなりました。打ち合わせもそこそこに、まあ、始まりまして、うんでドイツ の空港を出て、ねまあ、空港出て一発目だったんで私そのトゥーストやりたいなと思いまして、うん、扉が、まあ、カメラマンドイツ人のカメラマンさんが空港の外でこう待ってるんですよ、ちょっとどんどんところで、で私がこう出た瞬間にトゥーストってやったんですよ、うん、そしたらドイツ人のカメラマンさんがカメラ上に向けたんですよ上を撮れって言うトゥーストの意味が分かんないからトゥ
っつったらもうバッつってカット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 まあそうか思うか思います。電波少年っていう、もうむちゃくちゃな企画よくやらされてたんですけれども、その中の企画の中で、あのストップ・ザ・エイズキャンペーンって言って、世界のゲイバーに行ってあのコンドームを配ろうっていう企画を僕やらされたんですけれども、あの世界のゲイバーって1回であのコンドームとか配って、相手を見つけて2階に行ってイチャイチャするような感じなんですよ。で僕は1回でコンドーム配ってイチャイチャしながら「Your type! Your type!」とかなんとか言いながら配ってて、何人かと上行ったんですけど、上に行ったらもう結構もうムキムキのマッチョマンとかいたんだけれども、それに羽交い締めにされて、こうやってもう服も剥がされて、もういたずらされそうになってるから、もうシャレになんないと思って、もう本当もう助けて助けて、ノンストップノンストップ、もう本当助けてノンストップって言ってたんだけど、後で VTR 確認したら、ノンストップってやめないでって、それやめないなと思って、これだからずっとやられながらやめないでやめないでノンストップって言ってたから、それはマッチョな外人、もっとそれは興奮するなと思って、超エロいやつ来たね大失敗でしたね、本当にもうまさにこのビリヤード台だったんですよ。ビリヤード台じゃないですか。ビリヤード台で全裸にされて、ここでノーストップノーストップ、もうあのオーストラリアのビリヤード台の店の天井の景色だけ忘れないと。スマップの中井くんとね、まあちょいちょい飲みに行くような仲なんですけど、だいたい行くときは連絡はこうショートメールでこうやり取りするんですよ。でなんかあの彼はね結構ね誤字脱字がそのショートメールも あるんやけど、まあまあ別にまあ読めんこともないから、まあ別にいちいち本人にも言ったこともないんで、まあオッケーオッケーってしてたんですけどね、はい、でちょっと前にあのまあ皆さんご存知でしょうけど、ちょっと中井くんのお父さんがあの亡くなりまして、その1ヶ月ぐらい前にたまたま一緒に飲んでて、はい、いや実は松本さん、うちの親父がまあちょっとしんどい状態なんやと、病院入院してるんやっていう話を聞いて、あそうか、もしあのタイミングさえ合えば俺ちょっとあのお見舞い行こうかなって言って言ったんですよ。え本当ですか。いや面識はないんですけど、はい、なんか中井君とお父さんの中で割と僕の会話あの話題も出てくるっていうんで、毎回あのちょっとお会いしときたいなというのもあって、で「あ嬉しいです」って言って、その後日もちょっとメールで、まあ、スケジュール、2人のスケジュール、病院の都合もあるし、いろいろやってたら、あこの日っていうのがちょうどできたん で、はい、でその日にしようかって言うてた夕方ぐらいに中井君からメールがまた入って、はい、今日はお願いします、ありがとうございます、それでちょっと相談なんですが、たまたまちょっとタモリさんにもこの話をしたら、タモリさんも俺も行こうかなっておっしゃっていただいて、でなんか鶴瓶さんにもその話がいって、鶴瓶さんも俺も行こうかなっていうことになってて、こうメールですけどね、でもしあれでしたら松本さんはどうですか、一人の方がいいですか、もう三人の方がいいですかねって彼なりに気使ってメールをくれたんですよ、はい、でまあそうか、よう考えた、でも俺お父さん面識ないし、でももちろん意識ははっきりしてはんねんけど、もう言葉がねそんなに喋れない状態やったんで、確かにまあそんな会ったことない人よりも、あの2人3人よりももうみんなでワイワイやった方がええかな、でも向こうの都合もあるしなと思って、あまあ俺ほんとどっちでもいいよ、中井君の都合に任すわってメール送ったんですよ、はい、その返ってきたメールが、もう本人悪気ないんでしょうけど、もう誤字がひどくて、ありがとうございます。3人でお願いします。まず最初にタモリさんが来ます。少し遅れて鶴瓶が来ます。その後松本さんで、タモリさん、松本さん、鶴瓶の3人でお願いします。鶴瓶はちょっと遅れて帰ります。鶴瓶の呼び捨てひどいやろ大丈夫でしょうか、いや大丈夫やけど、内容は大丈夫やけど、ちょっとひどないか
ちょうどそこだけ抜けてますから、ね、ちょうどそこだけ抜けてんのよ。行ったん、行ったんですよ。ほんならタモリさんも来てあって、タモリさんはやっぱり大人ですよね、はい、ちゃんとあのお見舞いのあれをちゃんと持ってきてて、で僕はね、なんか昭和史みたいなあの写真集とね、でなんかあのあえてちょっとなんか日活のポルノ写真集とかお父さんの面白があるかなって持って行って、ほんで鶴瓶さんはって言ったら手ぶらやったんで、あこいつやっぱり呼び捨てにされてもしょうがない。